老人クラブは生活を豊かにする楽しい活動や地域に対する社会貢献を行っています。老人クラブの活動を通して高齢者の皆さんのさまざまな元気をこれから紹介したいと思います。この DVD が皆さんの元気で生き生きした生活につながれば幸いです。長崎市立立花小学校でふれあい伝承活動が行われました。まずは教室です。いつもなんか名人になってしまって、ね、自分も若返りですね。部屋に人形しておるよりも楽しいです。ほら女の子、ゆったりした雰囲気を持ったおじいさんやおばあさんと接することはとっても子供たちにとっていいと思います。次は体育館にやってきました。ここでも様々な遊びが行われました。私たちでも教えられない遊びをおじいちゃんおばあちゃんたちに教わってすごくいい経験になっていると思います。運動場でもおじいちゃんと子どもたちは元気に遊んでいます。やっぱりいいですね。自分も健康になるし、おじいさんたちがこうして今みんな挨拶をするでしょう。おじいさん、さこげねっていう、それがいいんですね。世代間の交流というのも、ね、大事だと思うんですよね。いろいろと身につけられた経験とか体験をですね、子どもたちに話していただいてですね、そして子どもたちの教育にもですね、いい影響を与えていただくような、まあ、そういうシステムもですね、できれば大変いいなと思います。第38回シルバー作品展が長崎市民会館で開かれました。体が不自由な方でも自分のペースに合わせて趣味に打ち込めます。みんなそれぞれにお美しいですね。本当。それぞれにいろんな形で自分の美というものを表現されていらっしゃるからね。中には101歳の方が作られた作品もありました。若い頃からね、こういうやっぱり作品作りとかいろんな趣味を持ってることが元気の一番の秘訣だろうなと思うので、私も今から始めないと間に合わないなと思ったりするので、いろんな作品を見ながら、でも自分ができるのはどれなんだろうとかって思いながらね、思っていつも楽しく見てますし、高齢の方がね出してらっしゃる作品もプロ並みなんですよね。だからやっぱりプロ並みの作品が本当にたくさんあるので、頑張らなくっちゃって思いますね。実際に絵を描かれた方にお話を伺いました。いや、元気っていうわけでもないとですけども、まあ、こういう趣味をすることがですね、またそのエネルギーになるみたいな感じで描いてますけど。元気な人ってやっぱりお互いがこう助け合いながらね、こう可愛いながらやっていけば一番いいことじゃないかなと思うけどね。人の足を引っ張らないようにお互いがね、ユーモアは交えながら末長い人生が大事かもしれないと。仲間がたくさん増えるっていうのがいいじゃないですかね。お互いに話し合うし楽しいから。
楽しそうな音楽に誘われて長崎市民会館にやってきました。ここでは長崎市老連フォークダンス部の皆さんが月に1回仲良くフォークダンスを踊っています。平均年齢80歳近い方ばかりですが、皆さん軽やかにステップを刻みフォークダンスを楽しんでいました。皆さん生き生きとした表情をしています。なんとなく家に引きこもってた方がお友達に誘われてね、まあ、あの暗い顔してた人が何年かするうちにね、みるみる元気になられて明るい顔になられると、あらこの人こんなに美人だったんだな、こんな可愛い顔笑顔をされるんだなっていうふうに変わってこられるんですよ。それも一つの喜びだし。秘訣ですか。もうくよくよしない、よく寝て、早寝早起き、それから、まあ、スポーツ関係はやっぱり外に出て運動すると、ゲートボールとかグランドゴルフとかね、でみんなと要するに交わって おしゃべりをしてね、何でも食べると、酒も飲むと、たまにはぜひこう仕事を長い間勤められて、それから退職されたっていう時にも、社会の中にまだまだいろんなことをお力を貸していただきたい部分がありますので、気持ちをまた新しいエネルギーを補給していただいて、いろんな社会の中でこうぜひ積極的に役割を果たしていただきたいなというふうに思います。そのことが若い人たちにも子どもたちにもとても大きな元気を与えると思いますし、そういう文化を作っていただくと後に続く世代もどんどん社会の中に参加していけるようになりますので、今はそういう意味ではとても大事な時期だと思うので、ぜひ60歳以上65歳以上の皆さんっていうのは社会の中にどんどん参加していただきたいなというふうに思います。